私の JBN 芸能界テインメントワールドチャンネルへようこそ。 VS 魂、相葉雅紀の一声で動き出した主題歌企画グループの垣根越えた6人の歌への期待。10月7日放送の VS 魂、フジテレビ系でキャプテンを務める相葉雅紀の発案で番組の主題歌プロジェクトが始動した。 VS 嵐からバトンを受け継ぎ、 VS 魂として走り出して早10ヶ月、何やら面白い展開を見せている。 VS 魂はキャプテンの相葉に加え、キャプテン補佐には風間俊介、セクシーゾーン佐藤勝利、ジャニーズ WEST 藤井流星、キング&プリンス岸優太、美少年、ジャニーズ JR の懐引きという6人がレギュラー出演中。グループの垣根を越えたメンバーが顔を揃えたゲームをベースとした新感覚のバラエティ番組だ。9月2日放送の学校対決の収録後に教室に集まった6人、騎士の司会でホームルームを開いた。教壇に立つ騎士が今後やりたいことだったり、話したいこと、今の悩み、言いたいこととか、もしありましたらちょうどいいので皆さん吐き出しましょうと呼びかけると、教室の一番後ろに座る相葉が主題歌と一言、騎士は目を丸くしていいですねと前のめりになり、懐も目をキラキラと輝かせていた。さらに相葉がこのメンバーでFNS 歌謡祭りに出ようと大きな夢を語ると、うおと声を上げたメンバー。佐藤も驚いた様子で笑顔を浮かべ、藤井は拳を突き上げて喜んだ。一方、動揺を隠しきれなかったのが風間。みんなが FNS 歌謡祭り出るのと意味が違うからねとこぼすと、佐藤がすかさずリハビリ、リハビリと差し込む。風間はリハビリって呼ぶなよ。わら、と返すが、目の前で繰り広げられる二人のやりとりには相葉も笑っていた。番組主題歌は VS 嵐、時代も行っていなかっただけにより一層の特別感がある。加えて、グループの垣根を越えて集まったメンバーでのプロジェクトはレアで豪華。優しさの塊のような相葉の歌声。グループのセンターとして注目を浴び、歌詞に込められた思いや背景、情景が浮かぶ佐藤の歌唱力。バラエティではほのぼのとした一面を見せるも、マイクを持てば人が変わったかのようにオーラを放つ藤井。天然キャラとして親しまれている騎士も同じく、ステージに立てば別人のように感情をたっぷり込めた美声を響かせる。メンバーで最も若い懐は、初々しさのあるキラキラとした歌唱が魅力。そこへ歌わないジャニーズこと長年俳優として活動してきた風間がどんな歌声を重ねるのだろうか。相葉雅紀が語ったサンボマスター起用の意図。気になる楽曲の方向性だが、前室のホームルーム後に相葉は楽屋でこう語った。番組のテーマは戦うだし、見ている視聴者の方も日々何かと戦ってるわけじゃないですか。ちょっとでも勇気づけることができたらなっていうのが大きいテーマだと思うとして、サンボマスターに楽曲制作をリクエスト。力強くて、勝っても負けても頑張ってる人を勇気づけられるというか、背中を押してくれる歌だと思うんですと語る相葉。その思いと、どのステージでも飾らずまっすぐなメッセージを届けるサンボマスターの楽曲がリンクしたようだ。視聴者をはじめ、番組コンセプト、メンバーのことなど、全方位的に踏まえたアイデアが何ともキャプテンらしい。スタッフもそしたら本気でこっちも動いちゃいますけど、と前のめり。これはもしかしたら、主題歌として番組で披露されるだけにとどまらず、FNS 歌謡祭りへの出演が実現するのでは、と期待が膨らむ。楽曲のテイストに歌詞に込めたメッセージ、レコーディング風景、歌割りなど、主題歌として起用されるまでの過程も楽しみだ。初回放送で見せたハプニングだらけの超高層パンクイ競争から、回を重ねるごとに随分とチーム感が出てきた VS 魂。前向きで温かくてワクワクする、なんともジャニーズらしい VS 魂ならではのプロジェクトが始動する。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。